はい、皆さんこんにちは。ゲーミングお母さんちゃみです。私は今日新宿三丁目駅に来ています。そうなんです、なんと UFO テーブルダイニング広間さんに当選したんです。しかも自分名義ですよ、自分名義。今回はお友達じゃなくて自分名義で当たったんです。神様ありがとう。というわけで現場の京王フエンテ新宿にやってきました。あのねずこちゃんと炭治郎が遊びに来ていたビルじゃないか。うわー、これがそうか、感激だなー。え、下ルイ・ヴィトンなの、すごすぎん。京王フエンテの3階 UFO テーブルダイニングヒーロー、あれおかしいな、場所間違えたかな。でも、ねずこちゃんと炭治郎のいたビルだし、とりあえず3階に上がってみたいと思います。あった、 UFO テーブルダイニング広間、間違いない。お店の外で炭治郎とねずこちゃんがお迎えしてくれました。ありがとう。緊張するな。では中に入ってみたいと思います。こちらはエントランス付近なんですが、みつりちゃんと炭治郎くんがお迎えしてくれました。炭治郎くん、ちょっと見えにくかったですね。ご安心してください、ちゃんとアップの写真も撮ってきました。広間で見る炭治郎くん、なんだか新鮮です。今日はお世話になります。広間に入るとこちらの iPad で受付をさせていただきました。それでは広間の店内ご紹介していきましょう。まず右側に見えますのはドリンクカウンター、そしてその奥にグッズ売り場が見えます。こちらは広間のテーブルをイメージしたブースとなっています。店内に販売しているグッズがたくさん並んでいるわけなんですけれども、すべて手に取って確かめることができます。まるでギャラリーのように飾っていますので、お食事をしながらチラ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 と見ていますと、だんだん購買欲が湧いてきて、ついついお買い物しすぎてしまいます。こちらが私たちが座らせていただきましたテーブルです。そうそう、この天井ですよね。みんなが SNS に上げていたやつ、私も実際見ることができました。めっちゃ綺麗かったです。こちらはテーブルの上です。ランチョンマットと今日のコース内容と、そしてダイニングのショップカード、今回も煉獄さんがお迎えしてくださっています。さて、ランチョンマット、どなたが来ていただいたのでしょうか。この度はこの11枚のラインナップとなっております。ではランチョンマットを開いていきましょう。わあ、みつりちゃんが来てくれました。やりました、広間のショップカード。うわあ、お初、大切に持って帰ろうと。それではお楽しみくじ引いていきたいと思います。広間は携帯電話で引いていくんですけれども、なんと無制限で引けます。すごいですね、ついつい引いちゃいそうですよね。まずはコース料理についているくじを1回分引かせていただきたいと思います。なんと原野くんの原画風アクリルチャームが当たりました。やりました。こちらが実際の景品です。すごくしっかり作られていますね、かっこいいです。今回はお友達と一緒に5のコースと6のコース1つずつオーダーさせていただきました。こちらのドリンクなんですけれども、ピンク色の方がみつりちゃんのドリンクで、緑色の方が時藤無一郎くんのドリンクとなっております。早速お料理がやってきました。こちらは5のコース前菜の時藤無一郎の風呂吹き大根です。これってもしかしてあのゆうくんが作っていた風呂吹き大根かなと思ったら、味わいも違いました。甘めのお味噌がポイントですね、とっても美味しかったです。こちらは6のコースの前菜です。この男手を止めるというタイトルがついてるんですけれども、ごぼうサラダとトマトとごまドレッシングで
ギョッコが鋼塚さんを攻撃しているシーンを表現しているということです。メインティッシュです。こちらは5のコース、霞の呼吸3の肩、火山のしぶきとなっております。塩昆布をのけると卵が出てきました。この生卵がめっちゃ合うんですよ、ご飯に。すごく美味しかったです。こちらは6のコースのメインディッシュ、極悪人とも目がというチャーハンなんですけれども、いろんな具材が周りにあるじゃないですか。これをぐるぐるぐるっと混ぜて食べると美味しいというお話でございました。あ、そうそう、ちなみに私は5のコースをいただきました。こちらは5のコースのデザート、柱として共に頑張ろうです。回想で描かれた無一郎くんと煉獄さんのあのシーンをテーマにしたデザートプレート、無一郎くんをチョコレートケーキ、そして煉獄さんをスイートポテトで表現されているということです。虎鉄くんの命を守った煉獄さんの日輪刀の鐔のピックも添えてありました。なんとも感動的な一皿。そしてこちらが6のコースのデザート、恋柱甘露寺蜜璃です。このいちごソース見てくださいよ、まるで蜜璃ちゃんの日輪刀のようにくねくね曲がっています。そしてこちらはイグロさんのバースデードリンクです。白と黒でとってもイグロさんですね。まさか今年は広場でお祝いできるなんて。イグロさん、お誕生日おめでとうございます。というわけで美味しくお料理をいただいたわけなんですが、グッズ、グッズどうしよう。っていうかさ、このスタンディーポップどうする？一つ8000円よ、8000円、めちゃくちゃ大きいのよこれが。私帰りし飛行機なのよね。買ったとしてどうやって持って帰るのよ。いや送る？いや心配。いやでも手でも持って帰れるのかな。というか買うとしてさ、2種類あるよ。あとはする？煉獄さんだけ買う？いや、全員つく。いや全員つく、後ろ姿だからな。うわ悩むな。ディザービジュアルの方はどうよ？こちらも同じ8000円、8000円よ。どうするのよ？こちらにも煉獄さんいらっしゃるわよ。さあどうする？8000円、私が新幹線に乗り遅れてなければこんなに悩むことなかったのに。さあどうする、どうするよチャミ。私決めた、この煉獄さんのスタンディーとともにお家に帰る。ついに買ってしまった憧れのスタンディー、我が手の中に。あ、信じられない、これはまことか。いやー、幸せがはみ出してるんですけれども、もうほんと最高。はい、というわけで広間から帰ってきました。めちゃくちゃ楽しかったです。もうほんまにね、なんて言ったらいいんだろう、すごい購買意欲が湧きますよね。お金もないのに、もっとお金持ちになりたいなと思いました。このようにたくさんグッズを買ってきましたので、こちらの方は別動画で開封させていただきたいと思います。はい、というわけで広間初参戦の動画を見ていただきました。この動画ちょっとでも面白かったよという方、ぜひグッドボタン押してやってください。皆さんのポチーカーは私の勇気になります。はい、というわけでこの度も皆さん最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ごぶんわー。